世界のジョパンチャンネルへようこそ。今回はタジキスタンの平和的独立を叶えた日本人でラストサムライと呼ばれている秋野豊さんについてお話ししていきます。中央アジアに位置するタジキスタン共和国。ソ連崩壊後、1991年に共和国として独立しましたが、民族同士の紛争が勃発して国内は荒れ果てていました。実はその紛争を止めて平和に導いたのはたった一人の日本人だったのです。その男性の名は秋野豊さん。秋野氏は1950年7月1日北海道小樽市で生まれました。北海道大学助手を経て在モスクワ日本大使館で専門調査員を務め、1986年から筑波大学で旧ソ連圏に関する歴史を教えていました。40代になった秋野氏は大学教授として活躍していた一方で、少し周囲からびっくりされるような行動力のある人でした。ソ連崩壊から間もない激動の時代を自らの肌で感じるため、旧ソ連圏を自分の足で見て回っていたのです。遠い異国の情報でもテレビや新聞で知ることができるようになった今の時代に、実際に足を運んでみるなんてなかなか考えられないことです。秋野氏は他人の目に映った情報よりも自分の目で実際に見ることの重要さを知っていたのでしょう。そんな秋野氏が当時最も関心を寄せて心を痛めていたことこそが、タジキスタンで激化する内戦でした。1990年代初頭、ソ連から独立したばかりのタジキスタンは政府側と反政府勢力の間で激しい内戦が繰り広げられていました。1994年に停戦合意がなされるも、内戦は続き、幼い子供までも銃を持って戦地に駆り出されるほど激しい戦いで、国連や非政府組織の人間が命を落とすのも珍しいことではありませんでした。1998年、日本の外務省がタジキスタンの紛争解決に乗り出そうと現地に送る人員を集め始めました。内戦の状況をよく把握していて、なおかつ現地の言葉を理解できる学者や教授、総勢20人以上に合伝したのです。この時、秋野氏のもとにも外務省からの誘いが届きました。平和を愛し、実際に行動することの重要さをよく分かっている秋野氏にとっては、すぐにでも現地に向かいたいところだったはずですが、秋野氏には愛する妻と2人の娘がいました。そのため家庭のことを考えると、どうしてもすぐに決断することができなかったのです。しかし悩み抜いた末、遠い異国の地の平和のためにタジキスタンに渡ることを決意しました。運命が厳しいものにつながっていたとしても、遠回りすることは自分への信用問題だ。自分が信用できなければ、それが一番不幸だから、険しい道でもそっちを選ぼう。そう決心した秋野氏は大学へ辞表を出してタジキスタンへと旅立ちました。そしてなんと、命に関わるこの仕事を承諾したのは秋野氏ただ一人だけだったのです。現地に着いた秋野氏は凄まじい内戦の惨状を知ります。100万人の国民が他国に亡命、5万人以上が戦争で命を落とし、さらには5万人以上の子供が孤児となっていました。この紛争を止めるために国連調査員として政府側であった秋野氏は、反政府軍のリーダーたちのもとへ足を運び、解決のための対話を試みました。そのリーダーたちは野戦司令官と呼ばれ、大小さまざまな規模のグループが存在していました。秋野氏は彼らにいつ銃口を向けられてもおかしくない状況で、平和的解決のために股間に話し合いへ向かいました。あなたたちの安全は必ず保証します。大人たちには仕事を、子供たちには教育を約束します。ですから武器を捨てて降伏してください。秋野氏は心を込めていつもそう伝えました。また秋野氏は彼らに取り入るためにほとんどお酒が飲めないにもかかわらず、野戦司令官と酒を飲む機会を作り、なんとかして距離を近づける努力をしていました。よく知らない
自分のことを理解しようともしない外国人の言うことを素直に聞けるという人はほとんどいないでしょう。秋野氏は平和実現のために心を通わせることの必要性を感じていたのです。当時500人以上を束ねていた大型グループの野生司令官ニゾーモフ氏は、秋野さんは何回も私の家を訪ねてきては、一緒に食事をしたりサッカーをよくしたね、私の部下のことをよく考えてくれて、いかに平和な条件で和解することができるか、政府と反政府だった私たちの間を愛情を持って最後まで取り持ってくれた。それまでの政府には秋野さんのような人は存在しなかったんだよ、とその時の様子を振り返っています。こうした秋野氏の延べ90日間の活動の中で、なかなか会うことのできない10以上の反政府軍リーダーとの対話が実現。するとそれまでは平交渉に応じることのなかった反政府軍の中に、武装解除し降伏する者たちが少しずつ現れ始めたのです。それは遠い異国からやってきた一人の日本人が起こした奇跡でした。現地のタジキスタン人は秋野氏のことを尊敬の意を込めてラストサムライと呼ぶようになりました。秋野氏の姿勢は、権力者には威張らせず他者には温かく、困った人がいれば体を張ってでも助け、常に自らの行動によって人としての在り方を示すという点で一貫していました。その考えがついにタジキスタンの人々の心に届いたのです。そして最後の大物野戦司令官ミルゾジヨーエフ氏との和平交渉がついに成立。あともう少しだ、きっとこの国は平和になる。秋野氏は和平に向けての大きな手応えを感じていましたが、その帰り道に悲劇が起こります。秋野氏が搭乗した車が、首都ドーシャンベ東方の山岳地帯を走行中、身元不詳の武装集団による待ち伏せを受け、秋野氏は銃弾の餌食に。秋野氏は実に20発以上の銃弾を体に浴びせられました。交渉の翌日、秋野氏は谷底から発見されます。それは和平を望まないゲリラ組織の若者による犯行でした。人間が皆同じ考えを持つことは難しいのかもしれませんが、これはあまりにも悲しい最後です。遠い国からやってきたラストサムライは、1998年7月20日、享年48歳で亡くなりました。タジキスタン国内で秋野氏の死は大きく報じられ、彼と関わった全ての人間は敵味方関係なく悲しみに暮れたといいます。そして秋野氏の死から2年後、内戦が終結。秋野氏の遺志を継承し、秋野豊かユーラシア基金が設立されました。さらに秋野氏の平和を目指す活動はタジキスタン政府より感謝され、2006年7月にタジキスタン大統領から友好勲章を授与され、秋野氏が殉職したその場所には現地の人が建てた墓標があり、その墓標にはラストサムライと書かれています。また秋野氏の名がついた大学が建てられるなど、亡くなってから20年が経った今でもタジキスタンの人々から尊敬されているのです。そのタジキスタン人たちの感謝の気持ちは、2011年3月11日の東日本大震災の後に形となって日本を支えてくれることになります。最貧国であるタジキスタンで義援金1000万円が集まり、これが日本政府へと寄付されたのです。タジキスタンでの1000万円という金額は、集めるのがとんでもなく大変な金額であり、さらにそのほとんどが国民一人一人の寄付であったといいます。中には年金のすべてを寄付したご老人もいたんだとか。この義援金はタジキスタンの人々からの秋野氏への感謝を込めた義援金といえます。脅かされず、踊らされず、踊る。行動しなければ自分が腐る。その信念を強く貫いた秋野豊氏の生き方は、タジキスタンの人々の心に今もなお生き続けているのです。今回はタジキスタンの平和的独立を叶えた日本人でラストサムライと呼ばれる秋野豊さんについてお話ししてきました。平和を愛し
自らそれを実現させようと異国の地に向かった日本人が命を落としてしまうというのはとても悔しく悲しいことです。しかし秋野豊さんが亡くなってしまった後もその心は変わらず存在していて、これからの時代を作る人々の糧となっています。私たちはこの平和な暮らしがどれだけ幸福なことなのかをかみしめて暮らし、自分にできることから行動していく姿勢を持たなければなりませんね。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。